6年生の皆さん、こんにちは。この動画は4月30日と5月1日、の国語の、授業のものです。前々から言ってますように、予定表では今日は、まとめテストでしたが、まとめテストの方を延期または中止、多分中止になると思います。の予定ですので通常授業を行っていきます。なお、学校の方が5月の31日まで、休校ということになりました。塾の授業の方も、こうやって、動画で、映像授業を行うということに、なりそうです。毎日家にいて自由になる時間がすごくね、長いと思います。全部が自由なわけですから、そこをどういうふうに過ごすかということが、ね、もう皆さんの、ね、一人一人の、心構えに、かかっているということになります。まあ、勉強だけが大切じゃないと思いますけども、勉強面で言うと、その自由な時間を充実させて、勉強をきちんと前に進んでいける人ですね。学校の課題、それから、塾の、こと、その他、本を読んだりとか、まあ、ネットでいろんなことを調べるっていうのもいいと思いますけど、そういうことをしながら、この、一月間を、充実させて過ごすことのできる人と、なんとなく気がついたら5月の31日になっちゃった、何やったんだろう、何したかな、なんていう人では大きく差がつくだろうと思います。特に、受験を、中学受験を考えている人にとっては、の一月間の、学習っていうのはとても大きいというふうに思います。決して、具体的な学力が身につかなくてもですね、学力っていうのは、こうずーっと言って、ある日ポーンと上がるわけですね。いろんな情報量とか、算数、理科、社会、高校、まあ、全部含めて少しずつ知識っていうのは集積されていって、ある日学力っていうのはポーンと、伸びるわけですね。だから目に見える形で、点数が伸びるということではなくても、少しずつ少しずつ、この、5月を充実させた人っていうのは、受験の頃になると、お、結構できるようになったね。なんでだろう、そんなに、普通にやってるのに、あ、なんか、学校休みの時に結構いろいろやってたのが今役に立ってるかな、なんていうようになることが多いと思います。5月31日に、ね、なって、まあ、6月1日からおそらく今の福山市の状況だと、学校が再開されるのではないかなというふうに思っていますけれども、その、5月31日になった時、この一つ一巻、僕は私は何をしたんだろう。うん、結構充実していろいろできてよかったじゃないか。そう思える人と、なんか、やれって言われることをやって、学校の課題溜まっとってちょちょっとやって、まあなんとかなったかな。つまり学力あまりつかなかった人って大きく差がつくだろうと思います。毎日毎日のことです。ね、そんなにもう無理しなくても時間は十分あるわけですから、毎日をきちんと、過ごしてください。学校からも多分言われてると思いますけれども、朝もね、だら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 起きるのではなくって、朝、学校がある時と同じように、7時頃には起きて、きちんとね、歯磨き、顔を洗って、で、着替えをして、で、まあ、学校と同じようにはいかないと思いますけれども、そこそこは、自分のやろうと思う一日の、勉強計画、まあ、あると思うんですけど、その、それに従って、ある程度はやっていって、で、もちろん、せっかく、自由なわけですから、そこをですね、自分でやりたいこともたくさんやってください。ね、せっかく自由なわけですから、そこを上手に活かしてですね、この5月、一月間をですね、充実してほしいと思います。で、まあ、塾の方は、こういう形で授業ということになっています。ただ、プリントの受け渡し、これもう本当一瞬ですから、お家の人に来てもらっても構わないです。やったプリント類ですね。そういうものを提出に来てください。また塾の方からお返しするものもやはりありますので、まあ、一週間に一度ぐらいはですね、来てもらえるといいと思います。5月に入ってできるだけ、まあ、まとめてプリントを渡しようとは思っていますけれども、まあ、一週間程度まとめてお渡ししますので、
頑張って塾の方にもですね、まあ、頑張ってという、感染に気をつけてですね、ね、感染予防を十分した上で、塾の方にも、プリントの受け渡しに、皆さんが来てくれるか、お家の方に来て、もらうか、どちらかしてもらいたいというふうに思います。さて、さっきも言いましたが予定変更しています。今日は、漢字テスト第13回をお配りしていますので、それをやってください。ページの方は、24ページと25ページです。新しい漢字がたくさん出てます。まだやっていない人、テストやっても何の意味もありませんから、これから動画を止めて、ワークのですね、24ページと25ページ、特に筆順に注意をして、新しい漢字を覚え、漢字ノートで練習をした上で、テストをしてください。で、それまた提出に来てくださいね。はい。では、漢字テストが終わった人、宿題の答え合わせしていきたいと思いますけど、前回、詩をやりましたね。詩というのはなかなか難しいと思います。ね、なぜかっていうと、筆者がですね、自分の感動を説明をしないで、バーンとそのままですね、心に浮かんだままを書いているわけです。それを僕たちは読み解いてあげなきゃいけないところもある。また、ただ読み解くだけではなくて、感じてあげる。で、言葉にはね、パワーがあるんですね。力があるんです。その力をそのままね、受け止めてあげられる。そういうこと、そういうね、こちら側の準備もできてないといけないですね。場合によってはもう本当、詩を作った人はもう、本当、まあ人生かけてはないと思うけれども、その思いをボーンとぶつけてるわけですね。だからこれ、こちらの方もですね、その思いをこう、しっかり受け止めるだけの、心構え、身構えをしてですね、読まなきゃいけないようなのもあるかもしれない。まあ、そんな、テキストに出てきてるような詩っていうのはそんな重たい詩ではないですけれどもね。でも、もう本当に重たいっていうか、もう必死に生きているっていうね、その様がですね、目に浮かぶような詩を書いている人もたくさんいます。で、詩を書くことによって、自分自身をやっと保っていると。そういう人もたくさんいる。でも、まあ、そういう、身を削りながらですね、書いた詩っていうのもあって、そういう詩っていうのは人の心を打つこともある。ただこちら側にそれを受け止めるだけの準備ができてないといけないということもあるでしょうね。はい、まあ今日はそんな詩ではないです。まあね、テキストに出てくる詩ですから、なんていうのかな、みんなが、ほのぼのした気持ちになるような詩も多いです。今日はちょっと違いますけどね。はい、宿題の答え合わせです。31ページ。用意できてますか？読んでみますよ。ね。天、山の口、幕。これ、幕っていうですね。これ、幕って例の夢を食べるというね、言われている動物ですね。動物園に行くと、どうでしょう、あれ、サインではない、象の鼻がプチンと切れたような小型のやつね、いますよね。あれが幕ですね。なんで夢を食べると言われているのかわかりませんけども、ちょっとのんびりした感じがあるかな。多分ペンネームだと、まあ、当然こんな本名の人いないですから、ペンネームだと思いますけど、俺は夢を食べてやるぞっていうつもりでつけたんでしょうかね。作家とかになるとですね、自分の、名前を勝手につけるわけですね、自分。ね。みんなももしよかったらですね、自分のペンネームを、考えてですね、何か書いてみるといいかもしれないです。ペンネームと偽名は違いますから、人を騙してやろうということで、なりすましをしたりとか、そういうのと全然違いますからね。そこのところは、まあ、注意をしといてください。ね。はい、もう一回頭からいきますよ。天、山の口、幕。草に寝転んでいると、眼下には天が深い。風、雲、太陽、有名な者たちの住んでいる世界。天は青く深いのだ。見下ろしていると体が落っこちそうになって怖いのだ。僕は草木の根のように土の中へ潜り込みたくなってしまうのだ。僕は思うと、まあ、のんびりですね。草むらの中に寝っ転がっているような感じ。僕が思うにはですよ。ね。
こう、うん、こう、まあ、草とかいっぱい生えてる中に、こうね、もうほんと、のんびりと、こんな感じ、こんな感じで、こう、こんな感じですね。こんな感じで、なんか、寝っ転がってるように見えますね。重い感じもなくはないけれども、ね、僕からするとちょっとのんびりした感じ。そして、空には太陽も出ているし、雲もあるし、ね、風も吹いているしと、こんな風なところですね。ところが、この空を見ていると、ね、距離感覚がないわけですね。空っていうのは距離感がないんです。この空ずっと向こうに行くとどこまで行ってるんでしょうね。何メートル上まであるんですか？何メートルじゃないですよ。宇宙の半径ね、135億光年と言われています。だからまあ簡単に言うと135億光年の距離があるわけですね。135光年分かりますか？ 1 光年というのがいくらだったかな。まあ、光っていうのが、ね、秒速30万キロです。秒速30万キロ。ね、地球一周っていうのは4万キロですよ。なんで地球一周が4万キロか知ってますか？地球一周って4万キロなんですよ。これね、4万キロ。ちょうどかと言われたら、まあ一応ちょうどと言ってるから、実際は違うけど、なんで4万キロか知ってますか、これ。ね、これ、実は、1メートルっていうのが、地球一周の4000万分の1で決めたからなんですね。僕ら1メートルってこれくらいですかね、知ってるじゃないですか。この1メートルっていうのは、地球の大きさをもとに決めたんですよ。なんかすごくないですか？ね、普通ね、昔の長さの単位で、はい、1、2、まあ、1尺ってこれくらいか、ちょっと僕も、もうそれよくわかんないんだけどね、多分ね、人間のこの体、この大きさとかを元に決めたんですけれども、なんと、メートル法っていうのはね、キロメートルっていうの、1メートルっていうのは、地球の大きさを元に決めたんですよ。なんかこの単位っていうのに、この単位だけはすごく大きいですよね。だから、地球一周の、4000万分の1、これを1メートルと決めたんだから、地球一周っていうのは4万キロっていうのは当たり前の話なんですね。そして、光というのは、まあ、この世の中で一番速いものが光ですけれども、光より速いものはないということですね。で、光速、光の速さっていうのは一定だと。これはアインシュタインがね、言ったことですけどね。いいですか？で、これ、ここ1秒間にね、30万キロ進むということは割ってみてください。7.5 です。1っていう間に光は地球を、鳴らし終わるんですね。今鳴らしをしたから、行くわけです。地球ですよ、地球。この頃、ね。それくらいの光っていうのは速さなんですけれども、その光が、ね、1日じゃないですよ。太陽までが8分40秒でしたかね。まあ、かかるんですね。1億5000万キロだったと思いますけれども、ね、で、今僕らが知ってる宇宙、知らない宇宙があるかどうかについては分かっていないです。ね、知らない宇宙があるかどうかについては分かっていないんだけども、僕らが知っている宇宙というのは、その大きさっていうのは、35億光年、光が35億年かかって進む距離ぐらい、半径があるというふうに言われているんですね。まあ僕の知識も怪しいですから、みんなもね、もし興味があったら、今ね、宇宙に関する本もたくさん出てますから、小学生向きの本も出てます。ホーキングという人がね、書いた本も、童話のようにして書いたホーキングの娘さんかな。ホーキング知ってますか？まあ、次から次の変な話したいですけど、ホーキングってのはね、喋ることもできない、食べることもできないね、息をすることもできないでしょ。もう亡くなりましたよね、確か。ね、何ができるのか。目だけ動かすことで、目だけ。ね。
いいですか。で、昔だったらもうそれ、その人はもう何もできない人ということになるんですけど、今すごい技術があるので、その目でね、その文字をこう追うんですね。そうすると、その追うと文章ができるじゃないですか。その文章がですね、音声合成技術によって、こうね、声として出るわけです。でも耳とか聞こえるわけですから、みんなから質問を受けたりするんですよ。大学で講義もしてたんですよ。で、まあ、で、さっきですと、まあ、もちろん車、動くことができない車椅子に乗って、そして、こう、息をするためにはですね、この、呼吸運動っていうのがあって、これ理科でもうちょっとしてやりますけどね。横隔膜を下げて、覚えててくださいよ。もうちょっとね、理科の時間にやります。横隔膜を下げて、この肋骨を上げて、胸の空間、ここを広くして、息を吸い込む。ね、横隔膜を上げて、肋骨を下げて、胸の空間を狭くして、息を吐き出すと。呼吸運動ってなんですね。それができないんです。筋肉がもう、弱っちゃって何もできなくなってるから。だから人工呼吸器つけてるんですよ。でね、まあ、汚い話で申し訳ないんで、食事中の人ごめんな。まあ、食事しながら塾の動画見る人いないからいいですよね。はい。汚い話ですけど、こう、よだれがね、こう垂れてしまうんですね。で、僕らは垂れそうになって、とか、それから、まあ、口の中にね、唾液が溜まったら、ごっくんしたりすることができるじゃないですか。それもできないですね。もうちょっと食べることができないんだ、それもできない。と、ここずっと垂れる。したら、お世話する人がいてね、こう拭いてあげたりする。ね、人工呼吸器もついているね、食べ物も食べれないから多分ね、栄養補給してんだと思いますけどね、点滴のようなことしてね。それから、このね、自分のここね、唾液が垂れていっても、それもすすり上げたりとか、ごっくんすることができないから、お世話する人がいてくれて拭いてくれてる。それなのに、頭は働いてるんですね。世界一の、宇宙物理学者と呼ばれてる。ずっとですよ。ずっと呼ばれてたんですね。で、頭の中でもういろんなことが計算ができるわけですね。で、新しいね、宇宙理論を発表してですね、そういう体になった後もですよ。もちろんその前から研究をしてたわけですけど、そういうふうに体が動かなくなっても頭は動くね。そして、目でですね、アルファベットを追いかけることによって文章を作ることができる。そうやって本も書く、大学で講義もする、講演をして質問も受ける。ね。まあそういう人がいるんだ。その人の出した、その人が書いたものを、ね、娘さんが何かがだったと思いますけれども、子供向けに書いた、宇宙論の本なんかもありますから、今、図書館は予約して、受け取る分についてはできますから、もしよかったらですね、そういうのも読んでみるといいと思います。まあ長い話で、天というのがあるとね、まあそんな話ですけど、まあ宇宙ね、135億光年、1秒間に地球を7周半する光が135億年かけて、進む距離。これが地球、宇宙の半径だと言われてる。だから天を見上げると、その深いところまで見えるけど、その距離感ってないじゃないですか。ね、100メートルかな ?200 メートルかな、いや、1キロかもしれないけど、距離感ないわけですよね。そして、この、草原にこうやってひっくり返ってると、天を見上げてると、ああ、お友達がいるな、太陽だとか、雲だとか、風だとかっていうお友達いるな、よく知ってるのがいるな、でもその向こう、ずっと向こうに自分が吸い込まれていくような気がする。吸い込まれていくような気がする。こういう気持ちになったことがある人はね、よくわかると思います。ただね、実際太陽出てると眩しくて、こんなんで見れないんですよ。僕はこれはむしろね、この昼間の、宇宙ではなくて、夜の宇宙の方が、この感覚って、その、天に吸い込まれていく感覚っていうのはよりあると思いますね。この人本当にどうだったかなと、まああまり、ケチつけちゃいけないですよね。夜空っていうのは吸い込まれていくような、ね、そういう感じはありますよ。もしよかったらね、まあ夜危ないかもしれないですけどね。星空見上げてみてください。ね。そして、まあ、135億光年。ね。宇宙の果ての方向あるんだなと思ってみてください。
いいですか？人間の頭には想像力っていうのがあって、ね、見ることのできないところまでずっと見ることができるんですね。そうやって夜空を見上げてみると、ね、上下の感覚がなくなることがあります。まさにここで言ってるように、ね、こっちに太陽があって、ね、そしてここに雲が出ていて、で、この人ここにね、寝転がってると。こうやって寝転がって、こっちですよ、こっちもね。まさに上下の感覚がなくなってしまう。そして、僕の中では夜空ですよ。この人はね、まあその昼間の、天にですね、昼間の天に吸い込まれていく、つまり落ちていくような感覚になる。だから、ここに生えている草木と同じように、僕もここにね、根を生やして、ね、土に、大地にしっかり根を生やして、ね、なんて書いてあったっけ、土の中に潜り込みたくなってしまう。落ちないように、なんかこう、うーっとね、こう、大地に自分の背中をこう押し付けて、落ちないぞ、ね、根生やして、俺は絶対落ちる中行くもんか、という気持ちになるというふうに、まあ、書いてあるだろうと僕は思います。だからまあ僕の中でこれは僕の中ではですよ、なかなかこう実感が持ちにくいような、そう、本当だそうだなと、あんまり僕はまあ思わないですね。皆さんどうでしょう、思うか、本当だってね、こうやって寝転がってると、空にね落っこちていくような気になる。落ちね、上下の感覚なくなって落っこちそうになる。で、ここに背中にね、根生やして、そして、草木と同じようにですね、大地にしっかりとですね、体を固定したくなるんだ。と、筆者は言ってるんですけども、僕はちょっと実感ないですね。で、僕の個人的なことを言うと、夜空を見上げてると、なんか体がずーっとね、星空の中に吸い込まれていくような気持ちになる。その時にね、大地に踏ん張りたいとは思わないです、僕はね。そのまま、こう宇宙のね、奥深くまでね、登っていきたいな。それ、昇天って言います。昇天って死ぬこともあるんですよね。天国が待ってるのかね。はい、昇天しましたってね。これ、天に登るっていうんですよね。これ、死ぬことですけどね。そういう気持ちになったことは、今までの人生の中で、僕自身は、まあ、何回かありますね。まあ、自分のこと言っても仕方がないですけどね。大学生の頃とかっていうのは一人暮らしをするわけですよね。そういう時に寂しいっていうような気持ちにもなるようなことが。で、星空、夜空をこう歩いていて、こうなんか空を見上げると、なんか急にその夜空の中にね、吸い込まれていってしまう。宇宙に自分だけなのかなって思うようなこともないわけじゃないですね。そんな経験はまあありますけど、天気のいいね、原っぱにね、ひっくり返っていて、でもあまりひっくり返ったことないですけどね、ひっくり返っていて大地の上下の感覚がなくなってですね、そして自分が、上にこう落ちていく、上に落ちていくとかしてね、落ちていくような、空に向かって落ちていくような気になる。だからここに根を生やして、しっかり大地にこうね、草木と同じようにね、俺も大地にね、根をですね生やして、頑張って、いるんだ、頑張りたくなるんだという気持ちには僕はまあなったことないです。皆さんどうでしょうか。はい、もう一回読んでみますね。天、山の口バーク。草に寝転んでいると、眼下には天が深い。風、雲、太陽、有名な者たちの住んでいる世界。天は青く深いのだ。見下ろしていると体が落っこちそうになって怖いのだ。僕は草木の根のように土の中へ潜り込みたくなってしまうのだ。まあそういう詩ですね。はい、じゃあ1番、答え合わせしていきますよ。この詩の表現上の技法ですね、中身じゃないですよ。表現上の技法について説明したものとして最も正しいものを選べ。あ、擬人法を使っている。擬人法ちょっとないですね。い、体現の目を活用して力強く潔い印象を強めている。これ後でチェックしましょう。比喩を対応している。何々のようなっていうのはね。まあ、
まあ自分を草木のようにとは書いているから、ね。でもここは比喩じゃなくて、草木の根のように土へ潜り込むですから、比喩じゃないですね。当時を順番がひっくり返っているともない。可能性があるのはいいです。ね。体現の目を活用して力強く潔い印象を強めている。さあ、体現の目、あるでしょうか？これ2行目。眼下には天が深い。深いですとか、深いよとかね。そういうのない。それから、雲。風ですね。風。もう、体現止めも何も、止めてるも何もない。これしかないですからね。雲。太陽。世界。これは全部、体現止めですね。あと、それもですね。はい。2行目の1連の最後、深い。それから、2連は全部体現止めになってますね。風、雲、太陽、世界。これ全部体現止めになってる。で、まあ、そこで、潔い感じ。力強い。まあ、力強さはあるけど、でも、最後さ、落っこちそうになってるから、僕も、どこ、力強いですか？力強かったら、まあ、ちょっとこう、こだわり、ちょっと僕はこうね、どうかなと思うところあります。潔さ。それから力強さ。まあ文章としては強い表現ですよね。雲、風、雲、太陽、有名な者たちの住んでいる世界。確かにここは、力強いと思います。でも体験の上ったらそういう表現ですからね。この間説明しましたけど、私は小学生です。というよりも、私は小学生。プツンとこう切れた感じがして、うっとこうなりますね。はい。まあ、でもいいでしょう。他にないですから、答えはい。はい。じゃあ、括弧に。この詩の作者が感じている情景を表した文章を完成させなさい。ただし、括弧には上か下かのどちらかの言葉を書き、四角には後から当てはまる言葉を選ぶ記号で、答えなさい。まあ、そんな難しくないでしょうね。はい。作者は今、草に、これ寝転がってるね。草の上に寝転んでる。寝転んでですね。空を見上げている。そうですね。これ空を見上げている。実際には、体の下に地面があり、当たり前ですね。体の下に地面があり、体の、上に空があるのだが、意識の中では、この人の感覚では、ということですね。そのままぐるっと回転して、こっち側ですね。回転をして、体の、上だね、こっちが。上に地面があり、下に、空があって、背中で地面に張り付いて、空を、見下ろしてる。ね。見下ろしてる。これは見上げている。見下ろしてる、ような錯覚に陥ってしまった。そこで、深い空に落っこちそうになっている。いいですね。落っこちそうになっていると感じ、そうならないように土に根を張って、草木のように土に根を張りたくなっている。潜り込みたくなっていると。こういうことで。まあ、もう、難しいってことはないと思います。はい、答えを言いますよ。A が下、B が上、C が上、D が下。丸一から、記号の方が、あ、え、い、うとなっています。はい、それでは、この場で単元テストの、7番ですね。やってみてください。はい、単元テスト出して、7番、名前も書いておいてくださいよ。ね。ビビビと破って、名前を書いて、単元テスト、裏表やってください。はい、それでは単元テストの済んだ人、ね、32ページ、言葉の決まりを少しだけ説明をしています。言葉の決まりについては、おそらくね、入学試験には、まあ、出ないと思ってください。ね。
で、中学校になって、小学校でもほとんど学校ではやらないと思います。で、中学校になって少しだけやるということですね。まあ、その時のためにということで、きちんとじゃなくて、まあ、ざっとやりたいと思います。32ページですね。はい、今日はまず一番最初に、まあ、文の種類というふうにやりたいので、そこを文の種類で次に書いてありますから、文の構成、文の構成っていうのはね、3通りあるんですね。3通り。一つが、何がどうする。それから、何がどのようだ。そして、何が何だ。どんなだ。何だ。ですね。はい。この、3つの、パターンがあるんだ。ですか。で、これの違いは何かというと、どうするっていうのは、まあ、動作のようなことを表しているわけですね。例えば、私が、何しましょう、走るみたいなね。ここに動作を表す言葉が来ているわけですね。それから次は、何がどのようだ。空が青いと。様子を表す言葉がここに来ているわけですね。から何が何だ。ね、私は小学生だ。で、この、下に来るこの、ものによって、この3つのパターンに分けられる。そして、この、それの何がに当たる部分を主語と言う。そして、どうする、どのような、何々に当たる部分を述語と。こういうふうに言うんですね。主語述語の関係で、作文なんかでも、主語述語の関係がきちんと対応してないですよというようなことですね。こんなことを言ったりすることは、その主語述語っていうのはこういうことなんですね。何がどうする、何がどのようだ、何がないかの何がに当たる部分を主語と言って、その、どうするどのような何がに当たる部分を述語と言うんだ、そういうことですね。で、これがまあ、文の要素、要素。要素の方がいいのかな。要素に変えましょうかね。文の要素。まあ、言葉はちょっとね、難しいですけどね。主語述語っていうのは、文の一番大切な要素だと。で、それ以外ですね、それ以外に、それ以外にね、いろいろくっついてることがあるんですね。例えば、何にしましょうかね。例えば、こうやったね。深い、さっき深いってありましたから。これは、青いが述語で、空が、これが主語ということになりますね。で、残りのものっていうのがですね、この青いは空を説明しているし、とてもは、青いを説明しているから、この深いとか、とてもっていうのは、修飾語って呼ばれるんですね。飾る言葉ですね。探しなさいっていう問題が出たときに、この就職後については、これ
書かないということですね。主語は空が、述語は青い。でも青い空が主語じゃないのかってこういう人いるんですけれども、確かに青い空が主語です。だけれども、一語だけ、ね、一つの単語を書くのが普通ですから、空がが、主語です。じゃあ、深いは何かっていうと、主語を説明している修飾語。こういうようなことを言うことがあるということです。あんまりでも気にしなくていいですよ、そうね。まあそういう主語、述語って言葉に慣れてくれればいいんだと。で、そこの本には他にね、独立語だとか、接続語っていうのが出てますけど、これは、後で見といてくれればいいと思います。はい。で、次は2番目が文の種類なんですけども、これも全然ね、気にする必要はないと思います。これ3つ書いてあります。半分、それから複文、十文、これ入るかな？まあ入ってなくても大丈夫ですね。文の種類としてそこに短文、複文、十文というのがまあ出てあります。で、短文っていうのは何かっていうと、その文の中に主語、述語の関係が一組だけ。主語、述語の関係を手術の関係。手術ね。まあ、主語、述語は一組で書こうね。主語、述語は一組だけ入ってる。主語述語の関係が一組だけ入っている文が短文です。だからここにあるこれね、これ全部短文ですね。私が走る空が青い、私は小学生、これ全部短文です。で、複文というの、複文と十文というのは、何かっていうと、これ主語述語の関係が2組以上入ってるんですね。2組以上入ってる。ね。そして、複文の方は複雑なので、ですね、この主語述語の関係がね、その二組の主語述語の関係が対等ではないんですね。そうですね、どうしましょうか。例えばこうね、例えばこれですね。主語述語の関係を見つけようという問題よく出るんですね。その時に、必ずね、この述語から見つけるんですね。主語述語の、あとですもう一回やりますけれども、主語述語の関係、主語述語を見つけようと言われたら、述語から見つけるんですね。理由は簡単です。述語というのはほとんどの文で一番最後にあるからです。ね。ほとんどの文で一番最後。こう、統治法っていうのはひっくり返っていない限りは大抵も述語っていうのは 文の一番最後にあるわけです。そして述語はそれに対してってこう何がって考えていけばいいですね。そうすると、これはね、ある。これが述語です。これが述語。じゃあ何があるのか。手紙があるんですね。これが主語です。ところが見てください、この中に。僕が書いた、ここにも主語、述語の関係があるじゃないですか。こう。ね。僕が書いたっていうのは主語、述語の関係です。ところが、ね、だからこの文の中には主語、述語の関係が2組入っている。僕が書いたっていうのと手紙がある。
で、これが平等の関係か対等の関係かというと対等ではないですね。なぜかというと、この僕が書いたというのは手紙を説明、まとめて手紙を説明した。入ってるかな。あ、入ってますね。はい、まとめて手紙を説明をしている。これは文の要素で言うと、これ就職語ということになるね。まあ、これあんまり気にしなくていいね、こういうね、文法についてはね。ここはまとめて手紙を説明して、昨日も含めてですね。昨日は、まあ、書いたを説明する。昨日は僕じゃないですからね。昨日書いたんですね。昨日書いたんですね。だから書いたを説明してるんだけど、これはこれを説明してるのが、全部これがまとまって、手紙を説明をしている就職語ということになるから、この文の主語述語としては手紙がある。そしてもう一個ここに主語述語の関係があるけれども、これは平等ではなくて、この問題で、この文ではたまたま主語を説明している就職語になっていると。こういうのを、副文というんですね。まあ、書いてみましょうか。ね、この関係が2組以上あり、それが平等な関係ではないわけですね。どちらかが一方に、まあ、タイトルがいい。そういうふうに思ってください。で、多分もう見当ついたと思いますけれども、ね、十分というのは主語述語の関係が2組以上あり、それらが対等である分ですね。これは同じことでね。分からなかったらパスしても OK ですよ。ね。十分だ、不分だの区別がついたからって言って、何か国語力があるってことにはならないですから。でちょっとじゃあ、十分の例ね。どうしましょうかね。手紙が、机の上にあり、本は、テーブルの上にあると。はい、これ主語述語の関係2組ありますね。手紙があり、本は、あると。これ主語述語の関係ですね。これ主語述語の関係。どうですか？これ対等でしょ？どちらかをこう説明してるとか、そういう関係ではなくて、要するに2つの文をね、くっつけてるだけのものだと。こういうのを十分ということですね。そこには書いてあることをざーっと、まあ、説明をしました。よかったらね、そこを読んどいてください。ね、で、一言だけ説明をして、今日の、国語の授業を終了したいと思いますけれども、宿題33ページ、これをやってもらいたいと思いますね。で、33ページの1番ちょっとだけ見てください。次の1から5の主語と述語はどれですか？それぞれ記号で答えなさい。まあ、これはまあ簡単だからできるんですけれども、さっき説明した何かっていうと、先に述語をね、見つけるんだと。そういうふうに思ってください。で、どうやって見つけるか、述語はほとんど全ての文で、こう、順番をあえて変えた分ね、例えばね、そうですね。僕は、
一生懸命頑張った、勉強を、みたいなね、こう順番違うやつですね。これは一番最後に、術語は来ないですけども、基本的に術語って一番最後に来るわけです。なんか入れ替えた変な文だなっていうのでなければ一番最後です。だからまあ、多分ですよ、多分。33ページの、四角一の、5問ですけども、多分答えはね、術語の方は全部ね、最後だと思うんです。多分ですよ。違うかもしれんけどね。だから、い、う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 、みたいな感じなんですよ。もちろん一個ずつちゃんとやってくださいよ。そうやって、まあ一番最後にある術語を見つけて、じゃあ何がと問いかけてみてください。自分自身に。そうすると、それが主語だということです。はい。じゃあ、33ページをやっといてくださいね。それから、予定表もまだ配ってないんですけれども、次回はですね、まあ、一応、もうゴールデンウィーク関係ないんですけれども、次回は、国語の方は5月の7日と8日です。そして、漢字の方は予定表配れてないんですけれども、漢字の方は、26ページと27ページです。いいですか、これが次回です。今日の宿題ね、33ページ。で、それからですね、5月の4、5はゴールデンウィークでお休みなんですけれども、算数の方がちょうど対象付けに入ったばっかりですから、ちょっと飛ぶのがどうかなと思うし、みんなももうずっと学校は休みですから、ゴールデンウィークどっかに行くっていうことも今はもうね、よその県に行ったりしちゃいけないってことになってるから、多分ね、お家にいると思いますので、5月の、4、5の方は、算数だけ、授業動画をアップしたいと思っていますから、まあ一応、それを、見てやってください。ここの方は、ゴールデンウィークでお休み、まあゴールデンなのかね、まあお休みということです。はい、一番最初にね、結構大切なことを僕は言ったと思ってます。ね、5月の31日まで学校の休校、臨時休校が、延長ということになりました。5月が1ヶ月間丸々ですね、君たちの、自由な時間になったわけです。自由っていうのは自分自身で考えて何かをするという、そういう時なんですね。だから毎日をね、よく考えてですね、充実して過ごしてほしいというふうに強く思っています。で、5月の31日になって、あ、明日から学校じゃん。何したかな、この5月は。何したかな、ようわからん。そんなことにならないように、5月1ヶ月間ですね、過ごしてみてください。で、そうするためにはもしかしたら3月のあれ15日からだったですかね、臨時休校になりましたけど、この半月間の自分の過ごしてきた生活ですね、これを振り返ってみる。ですか、反省のないところに成長はないと思いますよ。ね。毎回毎回ね、振り返って落ち込んでるのもどうかな、それも思います。いつも前向いて生きていく、これもいいことですけども、うん、この、4月の15日から4月の30日までの半月間、振り返ってみて、自分の生活、ね、もう6年生なわけですから、わかると思います。お父さんお母さんにね、何もね、言われなくても、自分自身で振り返って考えることができるんじゃないかなと思います。振り返ってみてください。どうだったでしょうか？学校のことも、まあまあ、まあ、積み残しもあるかもしれないけど、まあまあ、やったぞと。からまあ、塾の動画ちゃんと決められただけ、ちゃんと見たぞと。で、プリント類もなんかいっぱいもらってきたけど、少しずつやって、一応、あ、気がついたら、ほとんど終わっとったぞ。あと、一日講座か、受けてる作文書いてないですよ。作文は書いてくださいよ。ね。まあ、それも含めて、反省をしてですね、振り返って。で、充実してた人っていうのは、あ、結構学校なくても、なんかできたな、進んだな、少し、まあ、成長したまでは言わないけど、そういう気持ちになれるんじゃないかなと思います。だけども、そうでない人もいるような気がします。ね、そこをしっかりね、振り返って、で、同じ生活が今度一月間あるわけです。一月間あるわけですね。そこをね、充実させて、で、6月に なって、また、多分できると僕は思っています、今のところはね。その時ね、なんか、みんなちょっとさすが6年生になったね。学校はなかったしね、
もう、最上級学年ということでね、1年生のお世話したりとかそういうこともないし、ね、下級生のことをいろいろ思うこともない。うん、でも、もう6年生にさすがになったね、と。さすがね、1ヶ月間6年生、2ヶ月間か。ね、6年生やっただけのことはあるな、と。そういうふうに、思えるような、みんなと、会えるといいなというふうには思っています。ね、今日の動画が分かった分からないじゃなくて、それよりも、ね、4月の半月間を振り返り、そしてこの5月の一月間を、充実させる。ね、せっかく自由な時間があるんで、僕はね、本を読んでくれたりとか、まあ、そのね、e スポーツが上手くなったってのもいいと思いますよ。上達したと。俺、この休みのおかげで e スポーツ結構上達した。それも、まあ、とてもいいことだと思いますよ。しかし、日本でね、それだけではなかなかね、自分のね、こう、気持ちがこう、うん、やった俺頑張ったんだね、僕、私なんか結構、うん、成長したっていうことにならないような気がしますね。5月の、31日にね、また一月間振り返って、お、思ったより、きちんと、できたし、自分自身も成長できたと思えるように過ごしてほしいと思います。はい。じゃあ、ここの動画は1週間、先になりますね。5月の7、8。宿題いいですか ?5 月の7、8これですよ。ね。算数の方は5月の4、5にアップしますから、またその動画を見てください。から塾の方に、提出物等、ある人ね、ぜひね、持ってきて、お渡しするプリントもありますので、それも取って帰ってください。はい。じゃあ、以上です。